どうも、六六組のエンタメラバーへようこそ。六六組のケメロジと去年焼きことサクです。注文完了。何注文したんでしょうか。どんな表情が出るかな。会長の顔だけをフィギュアにしたカプセルトイを注文しました。意外と可愛いかも。会長ということで、ダカアポしませんか。最終話直後考察動画。お、やめたんじゃなかったんですか。やめてないです、やめてないです。前回ちょっとお休みしちゃいましたけども、なんでな、すいません。今回はやらせてください。最後なんでね、やらせてください。100億円もったいないよと。100億円ね。100億円もったいないよと。で、太一級あれダメだって。何やってんのよっていうね。何してんの。もう本当にそこに尽きると思うんですけども、まあ細かいことはね、いろいろあるんだけども、まずはですね、この数ヶ月間ダカアポしませんかに携わった俳優の皆様、そしてスタッフの皆様、本当にお疲れ様でございました。本当、考察という面ではね、このドラマ本当に難しくて、はい、なんかその的中させるという面では、まあ、本当に散々な結果でしたけども、まあ、でもそのね、このドラマ考察しろがすごいあったおかげで、毎週ね、楽しくドラマ考察をしてね、見ることができましたね。まあ、ドキドキもしたしね、普通に。いや、そうなんだよね。ドラマとしてエンタメ的にはすごい面白かったよね。いや、面白かったですね、本当に。はい、ということで、まあ、今回のね、動画がダカアポしませんか考察動画最後になるんですけども、まあ、内容としましては、前回ちょっとできなかった第9話のね、内容も含めて今まで謎だった部分をね、改めて解説していきまして、ラストシーンのね、考察もやっていきたいと思います。そしてね、これも最後になりますけども、今週の太一君もね、あら、最後やって終わりたいと思いますので、ぜひともね、ダカアポロスの人もね、この動画見て、そしてコメントでね、感想や考察など残していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということでやっていきますけども、まあ、なんといっても、ミスター X こと会長は、まあ、大田原だったっていうところがありましたね。お姉の大田原でした。そう、まあ、これは本当、まあ、先週だったんだけども、一本取られたなというか、はい、一応ここも伏線があって、でランドリーシュートに投げ込まれる映像が、まあ、大田原なかったよっていうところだね、逆に言うとこの点のみにはなるんですよね。はいはい、これ以外のところで多分劇中内で当てるっていうのは正直不可能だったかなっていうふうには思いますね。まあそうだね、一番手前なところでしたね。そうだね。まああとはね、一応その劇中外で言うと、オープニングのね、お金が乗ったお皿がテーブルに並べられてるシーンで、大田原のね、席のお皿のお金が山盛りだったというところですかね。これはすごいね。これも今思うと、まあ、お金たくさんイコール会長っていうところに繋がるのかもね、はい、そしてまあなんで死んでなかったかというと、まあ第3ラウンドのプールで用意していた酸素チューブを吸って助かってたっていうことなんだけども、じゃあそもそもどういう流れでミスター X になったのかおさらいしていきたいんですが、まあ今までもね描かれていたように、タクシー運転手を殴って医師免許剥奪で病院潰して多重債務者になってで自殺しようとしたっていうところは本当でしたと、でもね、我々が見ていた第1話の冒頭っていうのは、大田原が自殺しようとしていた時の再現を二宮に見せていたっていうことでしたね。なるほどね。でもね、厳密にはちょっとシーンが繋がらないんだよね、あれ。あら、そう、一応見比べたけども、まあまあまあ、でもそこはまあしょうがないかなと。まあまあ、ドラマ全て描いてるわけじゃないから、ね、いやまあそうだよね、でね、大田原は本当に死のうと思ったら何も怖いものがなくなったと。でそこからね、町の闇金を何件も回ってお金をね、借りるだけ借りた。でなんか理由は分かんないけども、まあ巨万の富を得たっていうことでした。まあ実際にね、何の商売してるかはよくわからないけども、まあ多重債務者の情報っていうのを知っているっていうことは、まあ闇金とか何かなのかな？あ、そうだね。で、そのね、とにかく自分は今日の持ち主だから、なんかその運の正体をね、見破ってやろうと思ったと。運とか月とか言われてるものを科学的に研究するようになったっていうことだね。まあ、大田原についてはその、まあ、生きてたんかいっていうとこ以外を考えれば、まあ別になんかそういう人物だったんだなっていうことで、まあ特になんか疑問な点っていうのはないかな。まあそうだね。続いては二宮についてですね、自殺しようとしていたところを会長である、まあ大田原からデスゲームに招待されたっていうことでして、そこでね、二宮は優勝したそうなんだよね。そうだね。で、さらに言うと、これが前回のデスゲームだったっていう風に言ってたんだよ。はいはいはい。でもここでちょっと矛盾生じてるなっていう風に思ったことがあって、袴田さん演じる南郷もね、一応前回大会の参加者で第3ラウンドでリタイアしたっていう風な紹介がされてんだよね。あれ前回でしたっけ？そう。なんかね、一回だけ出た時にはなんか過去大会っていう風に言ってたんだけども、最終話見ると、セリフで確かに前回大会の、みたいな言ってんだよね。おー。そう。ってなると、でも、南郷が来た時、二宮と初対面っぽいようなね、感じで、お互い知らないみたいな感じだったから、矛盾は生じてるんだよね。
でもここっていうのは多分セリフ的に前回大会っていうのと過去大会っていうのが、まあ、ごっちゃになってるのかなっていうふうには思うんだよね。てかじゃないと辻褄は合わないんだよね。なるほどね。一緒のゲームにはまあ参加してないっていうことでいいのかなというふうには思いますかね。でそんなね南郷っていうのも、まあ、会長である大田原がゲームに参加するように仕向けたっていうことでしたね。はい、はい、なんであのメールの件っていうのも一応回収はされたかな、うん、で続いては太一を見ていきたいんですけども、大田原にけしかけられたスペシャルファイナルラウンドの解毒じゃんけんも二宮との戦いに勝利して見事賞金100億円を獲得しましたね。でその後ね運の正体を太一に教えようとした大田原だったんですが、急にね大田原の運気が上がったので太一にじゃんけんを挑むんだけども、うん、太一が勝つと。でこれ運の正体っていうのがね明確なものっていうのが分からなかったけども、この大田原のデータとは結局多分違う結果になったっていうことなので、運の正体なんてものはなかったっていうことだよね。まあそうか、まあ、太一くんが勝ったことで研究がもう成功というかさ、うん、なんかもう最終結論みたいになってたけど、うん、全然そんなことなくて。そうだね、要はもう得体の知れないものだよ。そうなんだよ、多分結局それが言いたかったっていうことですね、うんうん、だから正直大田原の中ではこれだっていうのを見つけたのかもしれないけども、うん、何か明確なものをね、うん、でもそれは最後のあのじゃんけんによって違ったっていうことが証明されたと。運のデータ化は無理ということなんだね。まああの瞬間に上がってたことは事実かもしれないけど、うん、あの場でじゃんけんしに行った時はもう落ちてたっていう、もう本当リズム的なものがあるってことだよね、うんうん、まあそうだね、捉えられないと。そうだね、そういうことだね。ってことはじゃあ別に大田原のあの研究っていうのはあながち間違いじゃないというか、方向性合ってるけど完璧じゃないよと。まあそうだね、それを全部鵜呑みにすると、まあ、ああいう風に失敗するし、まあそうかそうか、だから結局はそういうことか。なんかそれを味方につけて、それこそ運のね天気予報みたいな話もしてたけども、うんうんうん、そういった運用の仕方っていうのはまあ無理っていうことだね。そうだね、うん、でね、そんなね太一はせっかく手に入れた100億円の小切手を破り捨てるっていうねことを最後にしましたけども、何をしてるんだね。そう、まあ、あれはどういう意図があったのかっていうことなんですが、太一がこの100億円を破り捨てたことによって本当にこのタイトル通りダカーポ、まあ、初めに戻るっていうことになったんだよね、うん、無一も。そう、まあ、太一はまあ借金を背負ったっていうところにダカーポして、てかまあゲームを始める前にまあ一応ダカーポして、で今考えれば他の参加者たちっていうのも、まあ、一応自殺しようとしていたわけだから、そこを自殺しようとしていたっていうところを始めとすると、なんか結果的には死亡しているっていう点でなんか初めに戻るっていうか、まあダカーポなのかなとも思うし、まあゴールするべきとこにまあちゃんとゴールしたって感じ、なんかまあそうだね、結果そういうことで、まあ、割と結果的にはダカーポしたのかなっていうふうに思うし、だからということはだよ、まあ、下手したら太一あの後もう死んでしまって、うん、自殺してしまって、まあ、ある意味ダカーポしたのかなっていうふうにも捉えられるよね、うん、まあ確かにね、うん、100億円を捨てるってことは相当なことですよ。いやそうだよね、うん、なんか前向きに生きようと思って100億円捨てるってのもやっぱり理解できないのよ、うん、やっぱりいくら100億円置いといて別にさ、うん、そのこれを利用して新たな人生を歩むの分かるけど、うん、そこまで100億円捨てまでこう前向いて生きていこうってならんの。いやならんよね。だけどさっきケムラが言ったようにバカバカしくなって全てがなんか、うん、もう運とかなんだとかもういろんなこと聞かされて生死をさまよいながらってもう疲れ果てて捨てました、うん、でなんか最後さ他の人たちと逆方向したじゃないですか、うん、なんかああいうのもこう死に行ってるというかさ、ああ確かにそうだね、他の人たちは多分普通に生きているわけだから死んでるんじゃないかっていう、死に行ったんじゃないかっていう見方、うん、できるかもな。そうだね、まああと考えられるのはもう一つ次回大会に参加するとかね。えうん、ゲームもう一回参加するために、じゃあ純粋にもうアドレナリンが中毒になっちゃって、うん、ギャンブル中毒というかね。いやマジそうだね、うん、そうかできないもんねお金あったら。そう命かける意味もないし、やっぱ追い込まないとさ、はいはい、そうならないから、まあそういう風な考え方もできる、まあどちらかかなと。本当に死のうとしたのか、うん、もう一回ゲーム参加しようとした、はあ、じゃないとやっぱ100億円っていうのは捨てませんよっていうことですね。はい、で続いて最後ですね、その道行く人の仮面が意味しているものとはっていうところなんですが、まあ、これねちょっといろいろ考えたんですけども、僕的にはですね、まあ、仮面といえばやっぱり会長である大田原をね表してると思うんですよね、はい、ということなんで、まあ、大田原のようにどん底に落ちてもやっぱ運をね味方につければ
風向きは変わって大逆転できるかもよっていうことなのかなと。誰しもその可能性を持ってるのかなっていう、なんか意外と前向きな意味で俺は捉えたんだよね。なるほどね。うん。で、あの仮面イコールやっぱ大田原を表してんじゃん。デスゲームをして人の命をもてあそんだっていうのはめちゃくちゃいけないことだけども、なるほどね、うん、でもその前の段階を見れば誰でもね、ミスター X のように大田原のように死のうと思ったら何だってできるし、生き続けて何か行動すればいつか運が巡ってくるよっていうなんかメッセージにも取れるかなと。まあそうだね、いい方向で取られるんだよ、それだな。そうなんだよね。個人的にパッて思いついたのはやっぱ世の中の人間全員何かしらのね、何かをね信仰してるんじゃないか。おう、まあそれぞれなんかあるよと。うん、うん、まあそういったことではないんでしょうかね。あ、なんか二面性的なところ。まあなんかあるんじゃない。いや、なんかやんな、じゃあ抽象的なみんなも考察諦めて、まあなんかあるんじゃないみたいなね、人それぞれなんかあるんじゃないってなったけど、うん、まあそのぐらいなのかもしれないです実はね。はい、はい、で、あとですね、ちょっと残った謎っていうところで言うと、まあ一つだけですね、第2話であった電飾の揺れと物音は何だったんだっていうね、 あそこは結局、まあ、回収されなかったっていうところなんですけども、だから回収されなかったっていうことは別に何でもなかったっていうことですね、うんうん、自然現象。いや、そうだね。まあそれこそ考察しろを作ってくれたっていうだけでありまして、まあまあ、うん、別に気にするとこじゃないかなと。はい、ということで、まあ考察は以上になりまして、最後は今週の太一くんですね。あら、はい、ラスト、オムライスピンポン、ピンポン、オムライスのところ。いや、マジで、そこ絶対言うからそこ絶対言うと、しかも正解だよ、2番目に言おうとしてたとこだから。あ、ごめん、まあいいや、全部崩しちゃった。先にね、それ言うとね、これで負けたら死ぬって思った時オムライスのことを考えていたっていうね、太一くんがめちゃくちゃ可愛かったんですけども、伊能くんの好物調べたら、どうやらオムライスらしいですよ。そうなんだ。うん、本当にオムライスが好物っていうね、出てきたので、あの皮が薄いタイプのオムライスもうまいよな。いや、まあまあまあうまいですよ、あの皮が薄いタイプが、薄でしたっけ。そう、あのなんかふわとろじゃなくて、あ、でも分かる、昔ながらの薄いタイプの皮が、うん、いや、でも俺もそっちの方が好きかもな。あれ食べてたか、これ、あ、本当のオムライス好きかも、ね、お前そうだよね。なんか今ね、こうパカーンとかあるわけでしょ。うん、そうだよ、別にいい、オムライスについてそんないいね、別にオムライスについてそんな詳しく見ないでいいね。あ、そう、うん、あとはまあ2連勝した後のホの連発です、ね、何ですかあれは。あれは何ですか、ホットのホ、ホなんだ、あ、でもホットのホか。なんかもう伊能くんがなんか演技楽しんでるというか、なんかもう最終話、まあずっとだったけど、なんか吹っ切れてるかみたいなね、セイヤー、なんかそう、セイヤーもあったし、見てて気持ちよかったというか、なんか振り切ってたね、振り切ってた伊能くんが見れて楽しかったね。面白い、はい、ということで本当に以上になりますけども、この3ヶ月間ね、僕たちのダカアポしませんかのね、うん、考察を見てくださって本当にありがとうございました。うん、SNS とかでもさ、伊能くんのね、うん、ファンの人とか、あととびっこの方々が反応してくれたり、うん、広めてくれたりしてね、本当にそういうのが励みになりました。うん、まあ、今後もね、僕たちはいろんなドラマ考察やっていきますのでね、ぜひとも今回このドラマでね出会ってくれた方は、これからも一緒にね僕たちとドラマを楽しんでいきましょう。お願いします。あれ、最終回に関しては語らないの。うん、ざっくりどうでしたかみたいなないわけ。最終回どうでしたコーナー、太一君もコーナーいいけど、最終回どうでしたコーナーも作ってよ、うん、じゃあそれ叶いますか。みんな言いたいところあるんじゃない、最終回に関しては。はい、どこですか僕リアルタイム放送で1回見たし、そういう2回目見たんですけどもね、うん、最終回面白かったなと思いましたよ、やっぱり。いや、面白かったよ。うん、なんかいろいろね、ちょっと意味が分かんない終わり方だったから、うん、どうなんどうなんとかあったけど、うん、やっぱこのデスゲームを題材にして、この終盤ですっごい尻つぼみする可能性あるじゃないですか。うん、まあいろんな作品があってデスゲームを、はい、だけどこのダカアポって結構持ち越したというかさ、やっぱ人数が少なくなってどうしても迫力とか見応えの部分は減っちゃうけど、うん、やっぱ3人残ったけどさ、やっぱクセ強キャラばっかりだったじゃん。そうだね、うん、特に会長とか、はいはいはい、まあ、マキスポさんね、うん、まあ、あの人が結構パンチがあったから、うん、結構見応え十分でしたよ、最終回まで。いや、そうだね、なんかダレルとかはなかったかなっていう。ね、うん、まあそして武田鉄矢さんもいい味あるから、やっぱり。いや、そうだね、一人語りちょい長あそこもリアルだよね、なんか。いや、まあね、おじさんか、やっぱおじいちゃん感あるじゃん、やっぱ多分あの話長い。うん、多分あのぐらいの年齢の方は語るもんね、多分ね。アリのところ本当聞き返したけど、何言ってるのかまあ結局ね、うん、でもやっぱ最後のあそこのね、死が決まって、うん、あの太一くんにいろいろ言う時とか、うん、あそこの演技は素晴らしかったよ。いや、すごかったね、やっぱり。うん、あ、
なんか作品の深みというかさ、うん、なんか奥行きが出たというか、うん、ずっと見てられるんだよな武田さんの演技、心地いいよね。わかるわかる。なんか耳触りもいいというかさ、本当に二宮だもん、なんか匂い見える。いやまあそうだね。そうなんだかね、武田めちゃくちゃ武田鉄矢さんなんだけど、うん、同時にめちゃくちゃ二宮なんだよね、うん、ちゃんと役でやって、そうすごかったね。まあ、こういったデスゲームを題材にしたドラマって意外と挑戦的だけどね、うん、結構好きな作品だったな。結局その参加者になんか黒幕というか主催者がいてみたいなのはまあよくあるあれだけども、うん、でもなんかそこへの復讐みたいなところに行かなかったのがなんかいいなというか、そうなんだよね、うん、なんかありきたりじゃないなというふうに思ったし、うんうんうん、研究っていうなんかそう、そこは運の研究をやってた黒幕っていうかね、また今までにないところだよね、うんうん、まあ、改めて考えると運の天気予報とか、うん、考えてみたら面白いよね。いや面白い、めちゃくちゃ面白いし、やっぱり秋元さんどういったらそんなアイデア出てくるんだっていうね、アイデアはやっぱいやすごいよね。えぐいよ。いやえぐいなと思った、うんうん、ますます今後も秋元作品どんなので攻めてくるんだろうっていうか、やっぱ今回結構挑戦的ではあったと思うんだよね、うん、割と出尽くしている題材をね、やってるわけだから。そうなので本当に秋元さんのいろんなね、もう擦られてきた題材の秋元さん風の作品っていうのを見てみたいなというふうに思いましたね、はい、はい、ということでコンクールのねドラマはもうほぼほぼ終わっているんですけども、ね、今やってるのは Hulu のね君せかぐらいにはなりますので、はい、春クールね、また4月に僕らとお会いしましょう。ということで以上ろくろくでした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画が少しでもいいと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。というわけで、作、はい、どの時点をはじめとするかは自由ですが、どこにダカーポしたいですか。昨日牛丼食おうと迷ってたんですけど、うん、食えなかったなって昨日、うん、そんなんでいいの。明太マヨ牛丼、そこが深夜に食っちまおうと、そこが始まりだったのね。